書く日記リッスンケアフリー、声で書く日記リッスンケアフリーです。10月14日土曜日、10月半ばになってしまいました。今日は占い運勢ですね。占いじゃなくて運勢だね。今日の運勢、ちょっとある運勢、サイトを見るんですが、まあ占いとか運勢とかっていうのを、時々見るんですね。で、見る理由は占いを信じてるわけではないし、運勢を信じてるわけでもなくて、理由はただ一つ、皆さん占いとか運勢とか、まあ好きな人はね、とにかくそれハマるんでしょうけども、私は結構好きというわけじゃないけど見るんですね。で、なぜ見るか、唯一の理由は自分とは異なる視点を手に入れるため。つまり自分だけで考えてると思い込みもあったりするわけですよね。で、ところがその占いとか運勢見ると、当たってる当たってないとかいうのはどうでもよくて、あ、こんなこと書いてある、まあ確かにそれはあるかもなっていうね。つまりこう自分とは違った視点、観点、捉え方、あるいは自分が今気づいてないことを気づかせてくれる場合があるということで、それで運勢を眺めるんですね。神頼みしてるわけでも、占いを信じてるわけでもないけれども、まあそういうことなんです。で、今日の運勢、感情的になると運気ダウン、冷静さと穏やかさを心がけて。これあんまり読むと著作権、問題にされても困るんですが、まあ大丈夫でしょう。とある占いの運勢のところで見てるんですけどね。今日は感情的になると運気がダウン、物事を客観的に捉え平等な立場での判断を行った方が、あなたの話が皆に伝わりやすいでしょうということで、感情的になっちゃダメだと。だけど理路整然とやりすぎると冷たい人と思われるっていう、バランスが重要。まあそりゃそうだよねっていうことで、まあ確かに今日はちょっと感情的な部分がこう、自分の中でちょっと上を行くようなところあったんで、まあそうだよなと思ってみたりね。仕事運はどうでもいいんですが、合理的な発想が冴え渡る。だから結局理路整然と考えちゃう日なんでしょうね。で、今進めている仕事のスケジュールを一度見直しましょうと。落とし穴と改善点を見つけそう。落とし穴、前回のリスンケアフリー声で書く日記で落とし穴って言葉使ってましたね。落とし穴があるみたいですね。落とし穴と改善点を見つけそうということなので、作業を中断しても一から計画を立て直した方がいいですよと。その方が時間短縮になりますよ。なるほど、ということで、これはちょっと採用、ちょっと作業を中断しても計画をちょっと今日は見直す日にしましょう。それから金はまあ置いといて、金はまあとにかく今日は手出すなと。恋愛運、まあ恋愛沙汰はないですが、恋愛運読んでみますか。気になる人いますかね。恋人の持ち物が欲しくなりそうな気配です。なんだろう、恋人の持ち物、あるいは他人の恋人がよく見えてきそうな日です。なるほど、まあ、人のものが欲しくなるってことですね、これね。人のものを欲しがって人間関係を壊さないようにしましょう。今日欲しいものはあなたが本当に欲しいものではありません。まあこれ今日欲しいものに限らず、明日欲しいものとか来週欲しいものでも、人のものはやっぱり欲しがっちゃいけないよね、それはね。まあそんなことで、とりあえず今日は、人のものに手を出さないということが、運勢のようなので、まあ、そりゃそうだよなということで、これも採用ということで、理路整然とやりすぎずに、感情的になりすぎずに、バランスを取りながら、ちょっと今日の、声で書く日記リッスンケアフリーを喋っていこうと思うんですが、もう半分経ちましたね、これでね。それで、
今日は、特に何もないです。札幌は何でしょうね、ちょっと薄曇りですね。薄曇りの一日で穏やかな日差しと、ただ風は冷たくて寒いという感じですね。で、まあ私のここ2日間を振り返りましょう。前回10月12日のリスンケアフリー声で書く日記の後に、ちょっとほぼ同時期に並行して2本の映画、まあ正確に言うと3本なんですけど、アクション映画、コードネームアンクル、これおすすめです。それのリスントゥームービーズ書きました。あ、喋りました。それからチョンユンファね、チョウユンファうまく言えない、誰かがあなたを愛している、俺、僕たちは天使じゃない、その2本紹介しました。これもちょっと古いんですけどね、いいですよ、とても。それからもう1本映画をねやりました。これは未知との遭遇ものということで4本ね、未知との遭遇もの4本紹介しました。リスントゥムービーズ合計3つもアップしちゃいました、この2日で。それからリスントゥブックスで村上春樹さんの街とその不確かな壁について、語ってしまいました。30年ぶりの村上春樹、ね、読書について。それとあとリスニングウィークリーってやつをね、毎週金曜日に出させていただいてんですが、まあこれは意外と聞いていただいてるみたいですね。なんか知らないけど、はい、ありがとうございます。それから今朝土曜日朝、公開ダラダライブ12回目になりました。もう3ヶ月経っちゃうんですね。早いですね、初めてから、公開ダラダライブは、あ、まだ2ヶ月か。毎週土曜日9時15分から9時45分と決めて、30分間何がなくとも、中身なくとも30分喋るという、そういうライブなんですけど、まあ一番ダラダラ喋れる、しかも時間を気にせず喋れるっていうか、30分だ、結構長いですからね。私大体見ていただくと分かる通り、大体10分、長くて十数分、20分いくのはほとんどないですね。で、この公開ダラダライブだけが30分。それからこれはメンバー限定でスタンド FM でやってるんですが、25分の深掘りライブっていうのがねあるんですけど、まあそれはメンバー限定なんでリスンとかには公開されてないし、他のポッドキャストには飛んでかないんで、スタンド FM に行かないと見れないんですが、このスタンド FM をちょっと見直しつつあってですね、やっぱりこうメンバーシップと、それからエピソードごとに値段がつけれるというね、いわゆる収益化モデルとしてね、結構スタンド FM はやっぱり収益モデルは頑張ってるなという感じがするんですよね。文字起こしも月60分しか無料にしてくれないとかね、いうこだわりがなかなかいいなと、いう部分で、ちょっとスタンド FM をもう少し単にライブだけじゃなくて、文字起こし、メンバーシップ、あるいはエピソードごとの、有料販売含めてね、ちょっともうちょっと有効活用しようかな的になった今朝の話ですね。ちょっとやりながらそれを思いましたと言いながら、実は昨日の夜、サッカーを見てしまって、金曜の夜にやるべき、金曜の9時からやってた、深掘りライブを今サボってしまって、まだ収録できてないんですよね。どうしようかなと思って、ちょっといくつかテーマを思い浮かぶんですけど、これっていうなんか後押しがなくてね、ちょっと困ってて。ただ先ほど占い運勢にもあった通り、ね、仕事を中断してでも仕事を中断してでもスケジュールを見直した方がいいってあったんで、まあその、運勢のアドバイスに従ってもいいのかなという気がしてるんで、もうちょっと、ね、先延ばしにしようかなと思ったところです。そんなわけで、あとは何かあるかな、それぐらいですね。明日は10月15日日曜日、
あさっては16日月曜日、当たり前のことですけど、特に変わったことはございません。そんなわけで、今日のリッスンケアフリー声で書く日記以上です。ではまた。